戸部広報の信頼性に揺れる、滝沢秀明率いるマネジメント会社の広報戦略に疑念。信頼回復のため正確性と透明性が必要。戸部広報の信頼性に揺れる、アーキストマネジメント会社、戸部の広報が問題意されている。滝沢秀明氏率いる戸部が10月15日、平野市用、神宮寺裕太、岸裕太による新ユニット。 ナンバー・アイの結成を発表した際、その広報に対して不信感が広がったという。戸部は旧ジャニーズ事務所出身者を多く抱える会社であり、その代表的なユニットであるナンバー・アイの結成についても多くの噂が流れていたが、広報はこれらの噂を否定してきた。 それにもかかわらず、事実と異なる情報が後に明らかになり、その信頼性に疑念を抱く声が広がっている。ナンバーアイの発表とファンの反応。トベは、2023年10月15日に YouTube 生配信にて、ナンバーアイの結成を発表した。この発表により、ネット上のファンからは喜びの声が上がり、ナンバーアイへの支援が続いている。 しかし、この発表には複雑な背景がある。ナンバーアイのメンバーは、人気グループであるキングピンス、通称、キンプリの元メンバーであり、キンプリの分裂により、ファンたちは複雑な思いを抱えている。戸部のトップである滝沢秀明氏に対する責任を問う声も多く聞かれた。戸部広報の信頼性に疑念。戸部の広報は、 ナンバー I のメンバーである平野耀と神宮寺勇太が旧ジャニーズ事務所から離れる前から渡米への合流説が報じられていた際、これを完全否定してきた。しかし、結果的に平野と神宮寺は飛べに移籍し、その後に岸優太も同様に飛べ入りを発表した。この広報担当者は、もともとは大手芸能プロダクションであるンごとに在籍していたが、 戸べの広報としての信頼性については問われている。マスコミの不信感。マスコミ関係者は、戸べの広報に対して不信感を抱いている。広報担当者が平野、神宮寺、騎士の合流説について問い合わせに対し、ない、と断言し、後に事実と異なるコメントをしたことに対して、マスコミ側からの信頼が揺らいでいる。 飛べの広報による情報提供の不確かさがマスコミ側の信頼を損なう可能性がある。飛べの広報の将来、飛べサイドはマスコミとの関係については慎重な姿勢を崩していないようだ。しかし、広報活動において信頼性が問題視されることは、会社全体のイメージに悪影響を及ぼす可能性がある。 現在、一部の週刊誌が飛べに対して攻撃的な記事を掲載しており、その背後にあるのが広報の信頼性に関する問題かもしれない。飛べの広報に対する疑念が広まっている。マスコミ関係者やファンからの不信感が会社全体に悪影響を及ぼす可能性がある。飛べは信頼性のある広報戦略を構築し、 今後のアーティスト活動においてファンやマスコミからの信頼を回復する必要があるだろう。広報活動においては情報提供の正確性と透明性が不可欠であり、飛べはこれらの点に改善を加えるべきである。